十勝岳火山群の地形図十勝岳は、北海道の中央部の上川管内の美英町、上富良野町、十勝管内の新徳町にまたがる、標高2077メートルの活火山。大雪山国立公園内の十勝岳連邦の手法である。日本百名山及び花の百名山に選定されている。十勝川の源流であることが、三名の由来とされている。 山頂の西北西のマイトカチにある62、2河口からは盛んに噴煙が上がり、山頂付近は火山灰に覆われている。トカチだけ避難小屋と山頂の中間には昭和河口、西の三大山の南には安静河口がある。トカチ火山群は新生代第三期末に起こった大規模な火山活動による火山岩、さらに第四期前期、 約100万年前頃までに噴出した、流門岩、デーサイト質溶結業界岩などが、約1200メートルの標高で広大な基盤岩を、形作った。約50万年前から、まず南西部で、前フラノ岳、フラノ岳など、鉄質安山岩質清掃火山が、現れた。ついで北東部の美栄岳、 オプタテシケさん、ジョウ、ホロカメットクさんなど安山岩室の清掃火山が形成された後、現在のトカチだけの主体をなす、安山岩室の溶岩延長級が生じた。その後トカチ火山群は急速期に入ったが、約1万年前に活動を再開した。この新規の活動はまず、ビエ富士などの清掃火山の形成に始まった。ついでトカチだけに新火口を開いていくことになる。 活動最盛期の約3000年前に溶岩を流出させて生じた山頂北西のグラウンド河口は約2200年前には北西山麓の白金温泉にまで到達する大規模な火砕流と溶岩流を発生させた。その後、グラウンド河口に生じた中央河口級やすり鉢河口北向き河口焼山加口などの新加口から溶岩流があった。 これらの活動の噴出物は、区鉄室安山岩が主であり、十勝だけの北北西斜面を覆う形になっている。また、過去2000年間では、1回250年の頻度で、規模の大きな泥流を発生させている。1962年冬場に火山活動が活発化した場合、融雪により、大規模な泥流、土石流の発生が見込まれる。 発生が懸念される電流規模は極めて大きく、流化を完全に防ぐことは難しいことから、発金温泉の高台には避難所が設置されている。地震計、空神経、GPS 観測点などのテレメトリー観測、地産事業、砂防事業、被災範囲や避難経路などを整理したハザードマップの整備が進められている。年月日に、 北海道大学スキー部が積雪基礎を登場した。田中澄江は花の百名山の著書でこの山と登山道に咲く鉱山植物の岩袋などを紹介した。十勝岳の登山ルートは多様である。大岳大、吹上温泉、十勝岳温泉など比較的高い標高まで舗装道路が整備されており、また山陽も比較的なだらかで夏は一般登山者でも 容易に登頂することができる。そのため、高校生の集団登山によく利用されている。一方で積雪期の新徳町側からの入山や核、山からの重層は難易度が高く、熟練した登山者が挑むにも適した山である。三つの主要な登山道がある。防学大登山口から望む十勝岳加工付近の一部は、現在も300度を超える高温となっている。 立ち入り規制に従うのは当然のこと、状況に応じて引き返す判断も求められる。周辺に以下の無賃避難小屋がある。中央加工級付近からは良質な容が採掘されていた。1962年噴火で施設が破壊され、また、対象加工の噴気口の大半が噴石で埋没したことを契機に廃校となっている。2019年7月。 十勝岳噴火に関する美栄町の2期及び上富良野町の7期の石碑が自然災害伝承碑として国土地理院のウェブ地図に公開された。以下の源流の河川が石狩湾と太平洋に流れる。ありがとうございます。